行動力がありますよ。特に技術士という資格もお持ちで、防災あるいは減災っていう、そういう分野では本当に知見をお持ちだと思いますね。でそれをどうその県政の中にこう反映させていこうかっていうことを一生懸命考えておられる、ひたむきさのようなものですね。それを高く評価したいと思っています。小さな声を大きな安心へ。市村浩司は新潟のために全力で働きます。